ら温泉行こうと思ってんだよね。温泉私も行きたいな。ふんがそこまで違うよ。ふん風情が荒らしいですね。ちょっと聞いてください。ん、何してるんですか。発掘するこそ練習。私共演した前田美波さんから教わったんです。いや、いい激戦ですよ。あそれどころじゃないんです。この間のオンエア中にリスナーから変な声が聞こえたってメールが届いたんですよ。変な声、私たちは全然気づかなかったけど。じゃあ放送録音したやつ聞いてみますか。こちらは東京都南区北新橋 1-5-8。 ちょっと二人のフリートークの途中で聞こえたらしいんだけど、はい、匿名希望こと吉村翔太君。本名読んじゃダメ。すいません、ねえ今なんか聞こえなかった？おぎちゃんもう一回流して。はい、わかりました。東京都南区北新橋 1-5-8。 ちょっと名前だけでいいから、ね、はい、私の声吉村翔太君本名読んじゃダメ。聞こえてる？ですね、は？今や人が月に行くどころか人が月でアバターと一緒に暮らすぐらい科学は進歩してんのよ。なのに霊なんてありえないし。あれ映画なんですけどね。わかりやすく強がってますね。いやーマイチングマイチング。てっぺだー。茜さんよく見て、鬼丸プロデューサーですよ。だってあんなの頭につけてるから。おお、これかこれか。これさ、あの会社の宴会の余興でね、あの今度お化け漫才やることになったからちょっと練習してた。なんすかお化け漫才って。それお化けだけにつまらないことを言いまくって寒くするっていう、まあ、あの一種の漫才に対するアンチテーゼだな。意味わかんないもうそんなことよりリスナーから変な声が聞こえたっていうメールが届いてるんですよ。おい、またかい。それまたってよくあるんですか。うん、ここね、戦前からラジオ局だったんだけれども、数年前にビルを建て替えてからこういろんな災いが起きるようになってね。で、今じゃあラジオ社長こう七不思議って呼ばれてんだよ。七不思議？誰もいないはずのトイレから少女がすすり泣く声が聞こえてきた。誰もいないはずのテープ室から AD がすすり泣く声が聞こえてきた。誰もいないはずの廊下から老婆がすすり泣く声が聞こえてきた。誰もいないはずの屋上から少女がすすり泣く声が聞こえてきたりするんでしょ。ワンデイワンデイ。おい、なんだよ我がちん、お前知ってんのかバカ野郎。七不思議かぶりすぎでしょ、すすり泣くで。もうダメ。なんで。まあだから社長がね、そのなんだろうな、その災いを鎮めるために昔からあったラジオブースを一つだけ地下室に残したんだよね。それがこのスタジオ、うん、だから古いんですね。でもね、それからね、不思議な現象は止まってたんだけどな、じゃあもしかしたら呪いが復活したのかもしれないですね。やだ、呪われた番組なんて。やだ呪われた番組。この番組の数字が上がらないのは呪われてるせいだ。だとしたら私は呪われたディレクター、通称呪われディ。呪われディだ。みんな近づくな、呪われるぞ。そうして私は人だと離れた高い塔の上で孤独に暮らすことになったのです。呪われレナの一生。でもある日、勇敢な王子様が私を助けに来てくれるの。大丈夫ですか？ダメ、私は呪われた姫なの。そんなことを言わずに、私が口づけをしてあなたの呪いを解い
てあげますよ。ダメ、そんな口づけなんてできない。そんなこと言わずにさ。ダメ、私あなたにファーストキスは渡せない。いつまで続くんだよこれ。ずっとやってるね君は。感じなかった？またかよって空気。やっぱりですか？えな、えな、あの続けろ。あのそのいやいや、もあのその先はすごい気にならない。その変な、すごく変な日本語を使う人がすごい気にならないですよ。すげえ食いついてるじゃないですか。そうだ、いや気になった。もうとにかく私この声の正体が分かるまでマイクの前には立ちません。いやいや、そんなこと言わないでください。もうすぐね、オンエア始まりますから。やだ、絶対にやだ。じゃあ私稲川淳二さんに相談してみます。知り合いなの？よく夜中スカイプで話してるんです。いやそれ怖いでしょそれ。いやさすが子役上がり、人脈広いな。あ、はいはい、わかりました。なんだって？今金縛りにあってるからちょっと動けないそうです。それならしょうがないね。いやそっちなんとかしなきゃダメでしょそれ。あの七不思議4つは教えてもらったんですけど、うんうんうん、残り3つって何なんですか結局？あれ3つ何だったかしら。知らないんですね。うん、何だっけな。おい、おお、何だ、あち何すかこの3つのボタン。ふかちこれ何おかしいんだよ。このボタンは七不思議ボタンと言ってたな。なあ、このボタンを押すと7つのうちの残り3つの現象が今この場で起きるんだ。ボタンを押すと。え、ずいぶん適当な七不思議ですね。え、なんて。じゃあまずはレイナさんから。私からですか？はい、選んで、この3色あるんで選んで押してください。はい、青いきますか。はい。あー、ああ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 レナ・ジュリナの膝が続けてガンガンと。ジュリナ泣いてる、泣いてる、すごい勢い、泣いて、泣いちゃったよジュリナが。ジュリナさんが泣いちゃった。ジュリナが号泣だ、号泣。ほら、ちょっと怖い。ちょっと待って、スタッフが引くのはなしだぞ。泣いてるんだよジュリナが。マジ泣きだ、マジ泣きなんだよ。おい、俺この後ジュリナに振るの怖いよ。やだ、ものすごい印象悪いわ俺これ。ジュリナに押させたら押せるのか精神的に。押す、いけんのかよ。意外と強いね。それじゃあジュリナさん、好きな色を選んでボタンを押してください。はい、待って、赤。うっ、あっ、ちょっとなんか怖がらすトーンを揃えてよ。じゃあびっくりした。最後ちょっと本当に怖がらない。あかねさん行きましょう。頑張れ、せーの、はい。もうやだ、いい加減にしろよ、いい加減にしろよ。爬虫類ね。アカネさん気絶してるよ。アカネさん外国なまりになってましたね。なってなってない。いい加減にしろよ、いい加減にしろよ。結局大したことは起きなかったですね。んー、じゃああの録音に入ってた声は何だったのよ。わかりました、あのこうしましょう。みんなで今から怖い話をして霊をおびき出すんです。昔から言うじゃないですか、
怖い話をすると霊が集まってくるって。なんでそんなことをわざわざしなきゃいけないの。いやでも霊をおびき寄せてそれで成仏させれば声が消えるじゃないですか。でも霊が近寄ってきたかどうかわからない。それなら任せてください。私霊を探知すると髪の毛が逆立つんです。うわ出た鬼太郎システム。とにかくそれしかないです。やりましょう。じゃあ私からいきますね。これは経理の中川さんから聞いた話なんですけど、中川さんが夜中に局で一人で残業をしていたらカタカタってファックスが届いたんです。こんな時間になんだろうと思ってそのファックスを見ると、これから向かいますって書いてあるんです。さすがに中川さんも気味が悪くなって帰ろうとしたんです。でもそうするとまたカタカタカタってファックスが届くんです。見ちゃいけない見ちゃいけないと思いながらも、そのファックスをパッと取ると、今度は赤い文字で、お前の後ろだ。ちょっと待って、あ、びっくりした。ちょっとやめてください、そういうの。いや大丈夫大丈夫大丈夫。いやわざとでしょ今の。違う違う、今本当にあのなんか言ったの、こっちって。落ちなんて音しないでしょ。いやしたよ。じゃあ次私話してもいいですか。ちょっと手短にね。はい。これは私が昔家族旅行で行った旅館のトイレに血まみれの女の子が出てきて、殺したのはお前かと言われて怖いって話なんです。え、終わり。手短すぎでしょ。今自分で怖いって言ったしね。あとは森から人が出てきて怖いって話もあります。短すぎるよそれ。ジュリナちゃん話下手だね。すいません。ジュリナさん、はい、妖怪レーダーは何か感じてますか。何の気配もありません。うん、まあそれはそうだろうね。はい、で、あと本番まであと5分だぜ。あ、5? 茜さん、茜さん、ほら準備してください、準備。ほら、こんな呪われた誕生日やるのやだ。呪われないようにしますから。こんなんで本当に守れんの。ぽかち、仕上げに塩かけて。二人ともそろそろ行きます。本番5秒前4 3 2 1。ジュリナ、あかねのマジカルラジオ。さあ今日も元気よく行きましょう。そうだね。リスナーのみんなから募集するテーマを発表します。ズバリ、あなたも周りの許せない出来事。イエーイ。というわけでジュリナの許せないことは、この間松方弘樹さんとマグロを食べに行ったんですけど、最後の一個取られたんですよね。聞こえる？聞こえてるの？お聴きください。 SKE48 でバンザイヴィーナス。大丈夫？怖い。何この声、気持ち悪い。この曲もとっても軽くって、聴いてるだけでハッピーになれるチューンです。ちょっと静かに。なんか言ってる。早速次のメールを紹介しましょう。ラジオネーム消しゴムの練り消しさん。メールを読んでる？もしかしてこの人ラジオで話したいんじゃないですか？何言ってんの？絶対そうです。話したいんですきっと。どうしてそう思うの？だって今
茜さんの後ろに立ってるから。水曜だ！だんだん増えそうな水曜だ！じゃあ、ジュリナちゃん、見えん？はい。どんな感じ？イルカスタイルです。泳ぐ方の？あ、いえ、歌う方です。あ、去年より綺麗になった方ね。もしかしてラジオで話したいんですか？私が見えてるの？はい。 DJ やりたいんですか？うん、やりたい。私ずっと DJ になることを夢見てきたの。10年前ようやく念願かなってオーディションに合格して、これからという矢先に交通事故に遭ってしまって、どうしても未練を断つことができなかった。そして気がついた時には浮遊霊になってこのスタジオに。この人の夢叶えてあげませんか？夢？どうすんの？私たちと一緒にラジオをやるんです。は？お化けがどうやって DJ やんのよ。スピーカーを通せば声が出せます。放送できるはずです。だけど茜さん、私からもお願いします。え？死んでまでラジオのこと思ってくれてるなんて嬉しいじゃないですか。なんでこう毎回毎回毎回めんどくさいことが起こるのよ。茜さん、お願いします。わかった。じゃあ準備しなさい。ありがとうございます。あなた名前はなんていうの？サチです。薄いサチです。名は体を表すというけど。そのまんまだな。そろそろ曲開けます。みんなよろしく。突然ですが新人 DJ の薄いサチちゃんが遊びに来てくれました。イエーイ。こんばんは。サチちゃん、もっと元気に生き生きとやろ。いや、もう死んでるから。死ぬ気で頑張ります。いや、もう死んでるんでしょ。じゃあここからはリスナーに募集した許せない話を紹介していきましょう。はい。まずはラジオネームモモンガさん。友人に漫画を貸してあげたら勝手に古本屋に売られた。マジムカつく。これやね、許せないですよね。え、どうしたのサチちゃん。私、友達に漫画を借りたまま死んじゃったんです。もう二度と返すことができないと思うと。ジーナちゃん、次。続いてはラジオネームカツラワエメラルドさん。みんなで焼肉に行ったら俺が大事に焼いていた肉を横取りした先輩が許せない。私、焼肉が大好物だったんです。特にハラミ、もうインドタンの絶妙な食感は味わえないと思うと。次。はい。ラジオネーム名探偵コブンさん。許せないといえば歩道の真ん中を自転車で走る人って。私、自転車に乗ってて事故に遭ったんです。気分変えるために曲いきますか。じゃあサチちゃんの好きな曲でいいよ。じゃあ中島みゆきさんの恨みます。それはダメ。SK48 で愛の数。もうむちゃくちゃだよ。え、これオカルトラジオで。残念だけど打ち切り決定だな。あ、もう本当にすいませんでした。あの、さっきから次々メールが来ておりますけど。え、
もう十分です。自分が DJ に向いていないことがよく分かりました。きっと生きていたとしても私みたいな暗い女無理だったんですよ。そんなことないですよ。これ見てください。さっきからメールが殺到してるんです。サチちゃんのキャラ面白い、深夜に怖すぎてハマりそうです。サチちゃんネガティブすぎて逆に元気出ます。みんなに喜んでもらえてるんです。リスナーにちゃんと気持ちは届いてるんですよ。よかったじゃん。こうなったら正式採用だな。やったね、さっちゃん。皆さん、さちちゃん後ろにいるんですけど。あっちか。あっちあーよかったな。あっちだ。よかったじゃん。あの世で幸せになれよ。だからそっちじゃないか。皆さんのおかげで私天国に行けます。ありがとうございます。あの子行ったの？はい。ちゃんと笑ってた？はい、笑ってました。よかった。よし、じゃあ続きもよろしく。よろしくお願いします。そろそろ曲かけます。さあ続いてのコーナーは、これバイヤーだよ、バイヤー。今ごとれほど。やっぱりこのことやりたくない。許しい。あ、番組のためにやめます。具志堅はぶみさんが来てくれてるの。亀戸、すぐ亀戸。よーい、スタート。頑張れ頑張れ。ジュリナもう涙目になってるぞ。